皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。またはじめましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、えー。毎日投稿で台本なし、編集なしの一発収録でお送りしております。マクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは映画です。ご紹介するコーナーはですね、映画007シリーズを映画チラシでプレイバック。本日で 80枚目となりまして、ご紹介する作品はですね、えー、第20作、40周年記念作品となりました、ダイアナザーデーの19種類目のチラシということになります。どうぞよろしくお願いします。はい。で、えー、一つね、ご報告なんですけども、まずね、明日、えー、この続きですね、81枚目のチラシということで、またご紹介する動画、明日投稿しますので、えー、同じ時間に見ていただけたらと思います。 で、えー、もう一つのご報告はですね、まあ長かか、長かったこのダイアナザーデーのチラシなんですが、本当にね、もうやっぱり記念作品だから力を入れてたんでしょうけども、非常に多くて、で一応手元にあるもののチラシが、このチラシを入れて、えー、あと3種類ということになっています。なので、えー、まあ、それが終わればですね、いよいよダニエル・クレイグ時代ということになっていくというふうに、えー、ご覧いただけたらと思います。 さあ、じゃあまず今日なんですが、ということですね。そしてはこの動画の後半、いつも通りですね、えー、オマージュコーナーということで、第16作目ですね、となりました。こうなりますね。007消されたライセンスのおオマージュシーンは一体どこだったのか、ということで見ていただこうと思います。さあ、 本日のチラシなんですが、ね、えー、サムネイルでもお気づきかと思いますが、こちら、あ日本のものではございませんということですね。はい。で、えー、まあパッと見にはね、いわゆるこの、インターナショナル版のティーザーポスターのデザインね、が使われてると。いわゆる先行版というものなんですが、どこの何かという話なんですね。で、これがね、もうこれもですね、一体どこからいつどうやって入手したのかをね、ちょっとすいません、もう飛んでしまってるんですけども、えー、シネワールドってありますね。 シネマスってあありますすがイルフォードってあるんですね、まあ、この辺りでこう王とね、えー、国が大体浮かばれる方がいらっしゃるんかもしれませんけどもねれイギリスですねはいイギリスのですねいわゆるその映画館チェーン大手映画館チェーンシネワールドというまあ、えー、いわゆるシネコンかなと思うんですけどもありましてでそちらのいわゆる映画館チラシですね映画館として、えー、配布しているチラシということになりますね で、開けますと、まあちょうどこのダイアナザー,ーでえー、アウトナウトになってますから、まあ、上映開始という意味ですよね。で、えー、中をずっと見てみますと、まあこんな感じになってまして、まあ、当然もう英語だらけということなんですが、はい。ね。えー、ちょうどハリー・ポッターの第2作、ハリー・ポッターと秘密の部屋があったり、ダイアナザー,ーがあったり、そして、これはアニタミーと、これはちょっとわかんないですよね。そしてサンタクロース。 ティム・アレンですよね。そして、まあず、ここにも他にもね、ロード・グル・ザ・リングの2つの音とかですね、あるんですよ。28日後ですよね。とか、ミスター・ディーと。で、あと何かな、このトリプル X かな。はい、アイスキューブでしたっけ。そして、リロースティッチ、アニメですね。これ、スーパートゥルーパーズって何でしょうかね。コメディって書いてますけどね。はい。というね。 で、裏を見ますと、他にも、スクービードゥがありますね。から、スパイキッズとかね。うん。で、アバウトアスってね、このシネワールドとはということで書いてるんですけどね。これはなかなか興味深くて、えー、今からおよそ何年前になるんですかね。えー、二十、二十年ぐらい前ですよね。うん。 と思うんですけど、で、えー、その時の、まあ、ドイツ、イギリスですからあ、ポンドなんですけど、料金がね、大人5、5ポンドってことですね。はい。で、えー、5時、5時前、5時前ってかな、4ポンドとか、いろいろあるんですけども、子供料金とかね。 まあ大体、今、ポンドが195円ぐらいですよね。まあ、200円として1000円ちょっと。まあ、日本とそんなに変わらないっていうかね、この当時からするとですよ。ぐらいの金額だったんでしょうね。うん。というね。まあ、本当に大きなとこみたいですね。ここに地図も載ってますけど、えっ、ー、と、Google マップとかでね、えー、シネワールド、イルフォードって入れたらね、あの、ちゃんと出てくるんでね。よかったら見てみてください。はい。ということでね。まあ、いわゆるまあ、 えー、007としてはもう本国ですよね。まさにこう自分たちの007発祥の地、本国ということでね、えー、いうわけなんですが、まあ、発祥の地と言っても語弊があるのかな。ジャマイカで書いたんですよね。あれでもどうなんだろう。カジノロワイヤルもジャマイカのあるゴールデンアイっていう別荘で書いてるはずだから、誕生の地って言うとそっちなのかな。 うん、まあ、イアンフレミングのね、えー、は、イギリス人という意味では一つなんでしょうけどね。はい。ということで、はい。まあ、こんちなしでした。なかなかね、まあ、これもなかなか入手しようと思ったら難しいもんでしょうけどね。まあ、不思議なものでな、手元にあります。さて、ええー、おまじゅしに行ってみたいと思います。えー、こちらですね。消されたライセンス。まあ、あのー、なんでしょうね。 この、負の面から言うと、まあ、残念ながらこの作品が正直当たらなくて、そしてここからですね、こう、あることでですね、まあ制作サイトの法廷構想に巻き込みが生じてしまい、で、結果あ、シリーズが何年ですか ?9 年、えー、ぐらい開くんですよね。うん。これが89年ですよね。 で、そこから、だいたい6年か7年ぐらい空くんですよね。まあ、007ファンとしては本当にね、もう次はいつなんだと。大変こう、首を長くして、えー、待つという悲しい時代が続いたんですけども。で、まあ、となるんですけど、評価的にはね。ただ、私は好きで、この消されたライセンスという作品が。うん。そもそも、やっぱ、ティモシー・ダルトンがね、やっぱこう、なんだろうな、うん、すごくこう、 厳しいキャラクターを演じてるんですよね。うん。まあ、シリアス路線っていうのが当たらなかったって言われることはあるんですけど、でも音楽も良かったし、で、主題歌が、えっ、ー、と、オープニングとエンディングで違ってたりとか、ボンドガールが二人いたり。 で、えー、あとは、そうだな、まあ、アクションシーンも当然しっかりあるし、で、えー、デズモンド・リュベリンさんの Q がすごい活躍する回でもあったりとか、うん、あのー、好きなんですよね、この作品の雰囲気が。 うん、まあ、両親とね、当時見に行った記憶があるところでもまあ、ありましてですね。まあ、そんな消されたライセンス、この作品のオマージュシーンはどこなのかっていうことなんですよね。まあ、これはね、ダイアナザーデを見たときに分かりました。あ、こういうことだなって思いました。まあ、厳密にオマージュシーンと言っていいのかのも怪しいっちゃあ怪しいんですけど、じゃあこの公式ガイドね。公式ガイドからするとですね、一応ここがこう書かれてますね。ちょっと待ってないよ。ここですね。じゃんと えー、消されたライセンス、ボンドの w 0の称号が剥奪され、殺しのライセンスを失うと書いてますね。はい。で、まあちょっとね、あの、ネタバレになって、ここになってきますんで、あのー、 飛ばしていただけたらと思うんですが、ピントがね、えー、と思うんですけども、その、ケサラ・タライ戦争の中ではですね、えー、長年の友人、CIA の、えー、フェリックス・ライター、レイターですね、が、えー、麻薬組織のサンチェスに、まあ、えば、こう、やられるわけですね。死にはしないんですけど、ただ、デラっていう奥さんがやられちゃってとかね。で、その時に、まあ、親友だった、といえばやられたで、それをモンドは調査しようとするわけです。 で、まあ、麻薬の親玉だ。で、ボンドはボンドで、これそもそも、えー、違う国のお話だしということですね。で、ボンドはイギリスのことで、もう自分の任務もあるしということで、えー、なんですけども、やっぱり友の復讐のためにと動くわけです。ところが、えー、えっ、ー、と、えー、何ブラウンさんでしたっけあー、名前飛んじゃった。えっ、ー、と、三代目かなの、M を演じたあ方ですけど、その方が、えー、 からですね。まあ言えば何せんだと。ね。自分の任務しに行けよということで、えー、いや、私はちゃんと調査をしたいんだということで言うんですけども、じゃあ、お前は任務は、ダブルを剥奪すると。ライセンスを返してもらう。検事も返せって、まあ話になっていった時にそこから逃げていって調査を続けると。まあ M はでも本ドを信じてるんですけどね。というような形でダブルを称号、こう消,消されたわけですね。だからこれは、ダブルセブンのスパイ映画っていうと違うんじゃないかっていうふうに言わ、まあ、言われることもあるんですね。 でもまあタイトルが消されたライセンスですから、まあ、そういうのが全然ね、いいんですけどね。じゃあ一方でこのダイアナザーでのオマージュは何だったかと。まあつまり今の話に関わるんですよね。何かというと、えー、ちょうどプレタイトル、 かプレタイトルがあってその後ぐらいですよね。その挟まるぐらい、また上がる感じでありますけども、えー、要はボンドが北朝鮮に捕まったで、そこで、えー、サソリの毒やない。使いながら拷問を受けたで、その結果その。 救出をしていくということになるんだけども、うん、自分と入れ替わりで、まあ言えば人質の入れ替わりということでザオが帰ってくる。で、えー、まあアメリカなりイギリスなりからそれはお前なんてことしてくれたんだと。ね、秘密を喋ったんだろうとかいうことを言われるんだけども、いや、そんなことはしてないっていうようなことになるんだけども、いや、もうとにかく今のお前は信用権からということなことも重なり、えー、ボンダブローを剥奪されるっていうことですね。 というところで、まあ、その剥奪された、ライセンスを剥奪され、ダブルを剥奪され、拳銃どうまあ、その辺の、えー、剥奪というところが、ポイント、オマージュだったということですね。はい。まあ、オマージュシーンというとちょっと違うかもしれませんしね。はい。実際、消されたライセンスでは、ライセンスを返してもらってなかったんじゃないかな最後の最後まで。ダイアナザーでは返してくれるんですよね。 うん。まあ、M と和解するんですけど。はい。まあ、そんなね、ことですけど。というわけで、いかがでしたでしょうか次回ね、いよいよ、17作目になりますね。えー、5代目ボンド、えー、ピアース・ブロスナン登場のゴールデン・アイのオマージュシーンはどこなのか、また見ていきたいと思います。そして、次回ね、20種類目のチラシとなりますからね。どうぞよろしくお願いします。というわけで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。 この動画が気に入っていただけましたらグッドボタン。またチャンネル登録、継続視聴。お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。